先生にお越しいただいて、建築家のドローイングについてお話を伺ってみたいと思います。よろしくお願いします。まず戸田先生が建築家のドローイングに着目したきっかけをお聞かせください。はい、私がもともと建築家のドローイングには興味はあったんですけれども、真面目に考えるようになったのは国立の近現代建築資料館で紙の上の建築展というドローイングがあったんですけれども、その準備をこう、協力するようになって、それについてもう少しちゃんと考えてみようと思ったのがきっかけでした。建築っていうのは、もちろん実物を見るっていう経験は非常に重要なんですけれども、それ以前にまず写真をすでに見ていたりとか、あるいは平面図を元にしてその建物を理解したりとか、単に建物だけでは完結しない世界なんだなということを以前から思っていたんですね。でその中でこういう建築家が描いた、建築の絵絵画、あるいは版画でもあったり、いろんなイメージを建築家は作ってるわけですけれども、その建物だけではなくて、そういったイメージも含めて建築っていう一つの世界を作り上げてるんじゃないかと、それは以前から考えていました。やはり光と影の、コントラストをしっかり作って、それでドラマティックな劇的な空間を作ってるという、安藤建築の魅力をどうやってこの版画の中で表現しようかってことを考えた時に、おそらくこういった色を交えない黒と白とその中間のグレーとの階調で表現しようってことを考えられたんだと思いますね。そういう意味ではやはり一番自分の持ってる建築の世界にふさわしい表現を取ってらっしゃるんだなというふうに思いました。このカタログ拝見してて、随分版を重ねてこの黒とグレーの作品作ってらっしゃるっていうのを知ったんですけども、8版、場合によってベネトンとか16とか、なんかそういうようなちょっと想像がつかないような、こうなんていうんでしょうね、工程を経て、これを作ってらっしゃるっていうのはちょっと驚きましたね。で、もう一つこれ見て印象的だったのは、普通建築のドローイングを作るとなると、やはりみんなこう建物の輪郭をやっぱり線で描いちゃうんですけど、これ、ここの輪郭のところが、線ではなくて面がこう断ち切られる形で終わってて、で、やっぱり、プリントっていう表現の技法としても面で表現をしようと、それがやっぱりこう少し、この白いバッグの中にそのむしろ影を描いてるっていう感じですよね。光を描くというよりは影をこの上に表現してるっていうのが一番ふさわしいんじゃないかと思いますけど、そういう意味ではこの二次元の面っていうものをやはり自分の建物の魅力に結びつけて、でそこに強いハイライトの光が差し込んでくるっていう意味では、もう本当素晴らしい作品だと思いますね。半ばにピラメージという建築家がいて、今日もこの会場にある鴻島さんの作品を見てちょっとピラメージを思い出したりもしていたんですけど、ピラメージっていうのはまさにその実際にある世界ではなくて、その自分が想像した世界、あるいは自分が知っている建物とか都市の断片からあり得たかもしれない世界、あるいはもう絶対ないんだろうけども想像することが可能な世界っていうものをドローイング、彼は版画ですけれども、そのような世界を作り出した。でそれが18世紀に非常に大きな影響力を持って、フランスの建築家であったりイギリスの建築家に、大きな影響を与えていくことになるんですね。やっぱりそこから何かこう現実に、建設された立った建物だけではなくて、立たなかった、あるいはもうそもそも立つはずではないんだけども想像できるもの、そういったふうにこう建築の世界が広がっていった時代がおそらく18世紀だったんだと思います。でその影響はやっぱり現在でも続いていて、で今日もたくさんの建築家のドローイングがここにあるわけですけれども、そういった単に自分の作品のプレゼンテーションというわけではなくて、もっと広い世界を見せてくれるものがドローイングなんだと思います。例えば日本画の洛中洛外図屏風が
まあ、あります。で、まあ、あれもですね、こう京都の街をわーっとこう連続して描いてるんですよね。で、一つ一つのシーンに人物がいて、ここでは何やってんだろうみたいに探すのも楽しいんですけど、こう絵画としての秘密っていうのは、そのシーンとシーンの間にこう雲というか霞のようなものがこう垂れ立っていて、それが一つ一つのシーンを分けながらこう繋いでいくようなこう秘密になってると思うんですね。だ、そういう意味では鴻島さんのこの絵も、まあ、こういうのも楽しいんですけど、なんとなくこうこう繋いでる、ここの繋ぎの表現、こういうところのパターンにある種のまあ鴻島さんの作家性というか、あるいは作家のこうスタイル、手癖のようなものがきっと表れてるんだろうなと思うんですね。騎乗さんは、まあ代表作でいうと東京武道館とか、あとはこの広がる耳が設置されている宮城県の岩出山にある感覚ミュージアムというところにこの装置はあるんですけども、そういう建物が代表作ですし、他にも雑草の森とか、あとは富山県に曼荼羅遊園というものも設計されているんですけども、磯崎新さんの建物もそこにあるんですけど、まあ、非常に表現性の強い建築を作ってらっしゃって、こう何事か言葉を付け足すのがこうためらわれるようなこう強さを持っている作品を多く作ってらっしゃる方ですね。で、こちらの作品は、まあ、実際にこうご自身がこのようなものを設計したわけではなくて、まあ、六角さんがこれまで使ってきたような建築的なモチーフであったりとか、あるいはそういった表現をこう一つの中に合わせてですね、まあ、奇妙の木と合わせるっていう、 こう言葉を使ってらっしゃいますけど、まあ、そういったものですね。で、こういうところのこの先端のシリンダーのようなところを見ると、あの六角さんの代表作の一つの金光教という、まあ、宗教施設の教会があるんですけど、そのような姿も思い浮かべますし、実際六角さんそのご自身の作品からこうそのイメージを昇華させて、そのモチーフとか断片を用いながらこういった、まあ、幻想の建築っていうもの、まあ、ビジョナリーな建築の絵画イメージっていうのをよく作ってらっしゃったんですね。で、そういうのは、まあ、実際の建築空間でも広がってて、まあ、こういう広がる耳というのはですね、その感覚ミュージアムっていうのは人間の五感を拡張させようと、目覚めさせようっていう、 こうミュージアムで、まあ、非常にこう子供と行くと楽しいところなんですけど、これもこういうですね、ホルンのようなこうラッパのようなところにこう耳を当てると、いろんな音がそこから届いてくるよっていうものなんですね。で、非常にこう少しまあ SF チックだし、ファンタジーのあるような想像力をお持ちの方だったんです。で、六角さんのこの作品を見ていると、多くの建築ドローイングというのは、まあ、自分の建物はこういうものだっていう表現をみんなされていて、自分の建物をよりコンセプチュアル、よりピュアな状態で見てほしい、あるいは伝えたいっていう動機があるんですけど、六角さんのこのドローイングを見ると、まあ、自分の建築がというよりも、自分の建築があるべき世界はこのような世界なんだというような気がしてくるんですよ。これは基本的なエッチング銅版が出てきてる。はい、そうですね。基本的なエッチングでグランド銅版画で塗った後に、普通はニードルで彫っていくんですけれども、こちらの作品はなんかのみを使ったりとか金属の棒を使ったりして彫っていってるみたいです。かなりじゃあ自由にその銅版に付き合ってらっしゃる。そうですね。石山さんの今回の作品いろいろ見せていただいて、タイトルが非常にこう物語的というか、そのイメージからさらにもっと広い世界の方に連れて行ってもらえそうな、なんかそういうタイトルができてついていて、これも塔が作られたっていうタイトルなんですけど、印象的だったのはこう塔が
作られるでも塔が建ったでも塔が建つでもなくて作られたっていう受け身で過去形になってるのがすごく印象的で、まあ、そこでやっぱりこう思い浮かぶのはこうバベルの塔だったりとか、まあ、塔って非常にそれ自体いろんな物語の中に出てくるものなので何かこう物語のあるシーンを描いたようなこう物語画の一つのようにも見えてきますよね。この展覧会では安藤忠雄さん、石山治さん、磯崎新さん、甲島雄介さん、そして六角喜城さんの5人の方の、建築ドローイング版画作品を展示してあります。で、まあ、それぞれ表現は全く違うんですけれども自分の建築の世界あるいは自分がその建築の向こうに描いていたような世界をそれぞれ表現しているものだと思います。で、建築と版画の関係というのは非常にこう密接なものがあります。まあ、昔ヨーロッパのイタリアの建築家でパラーディオという建築家がいたんですけれども彼は自分の作品集を作ることで遠くイタリアを離れたフランスやイギリスの建築家にも大きな影響を与えました。例えばイタリアに訪れたことがなくてもですねパラーディオが印刷した本でそこには非常にまあ、たくさんの図版が挿入されていたわけです。でそれらは印刷物版画であったわけですけれども、まあ、そのような形で建築の世界というのは世界に広がっていったわけなんですね。そういう意味では建築が世界化する国際的なものになっていくときに版画というメディアが果たした役割というのは大変大きなものがありましたしまた写真という印刷物に変わり、まあ、現在ではデジタルの映像が世界中を飛び回っているわけですけれども建築の世界はですねその建物に訪れる前からそういう意味ではイメージとともにすでに始まっていていつかまあその建物を訪れることが叶わなかったとしてもすでにその建物の、まあ、建物へのアプローチあるいはまあその建物への経験というのはここの場所から始まってるんだなっていうのを改めてここで実感をしました。まあ、そういう意味ではまあこの中にはひょっとしたらまあ皆さんなかなか訪れる機会のない建物もあるでしょうしあるいは訪れることができないこう架空の仮想の建築物もあるわけですけれどもそれは決して本物の建物の、まあ、なんていうんでしょうか仮の経験なのではなくてそれ自体も大切な建築体験なんだというふうに今日は感じました。